博多ラーメンしばらく、博多ラーメン。博多ラーメンとは、福岡県福岡市を中心に提供されている、豚骨ラーメン。主に、福岡地方のラーメン専門店、中華料理店、屋台で提供される。元来、博多ラーメンと呼び方は存在しなかった。一般的な呼び方は、ラーメンであった。 福岡市沢良国市人の博多ラーメンしばらくの現在二代目、岡とのむ村るみが1977年、博多ラーメンという名称を考案した。その後、福岡県福岡市の豚骨ラーメン店は、博多ラーメンと名乗るラーメン店が、徐々に増え、現在の呼び方に変わっていき、日本全国に広がった。味付けや色合いは店によって千差万別だが、 基本的には、豚骨主体の乳白色のスープと極細麺が特徴。豚骨を強火で沸騰させるため、骨のコラーゲンなどが溶け出し濁ったスープになる。麺の硬さを注文する手にや替え玉も、糖ラーメンの特色になっている。ご当地、ラーメンブームなどにより、福岡市とその近郊を中心に、ラーメン店舗が増加、定着した。ラーメンツアー企画や、 ラーメンタクシーサービスなど、福岡の観光スポットとしても人気を博している。全国展開や、大阪や東京に出展する店舗や、全国のラーメンのフードテーマパークへの出展、有名店の名を冠したカップ麺の販売などによって、当ラーメンの知名度は全国的にも上がった。逆に当地においては、ラーメンスタジアムに参加した全国の、 有名ラーメン店が出店し、それらと融合する形で、醤油豚骨味や味噌豚骨味のラーメンが誕生。また九州内のクルメラーメンや、熊本ラーメンの影響を受けるなど、博多ラーメンもそのバリエーションを広げている。他店との差別化を図るため独自のサービスを行ったり、独自商品を提供したりもする。繁華街の有名店や長浜地区のラーメン店では、 深夜営業や24時間営業の店があり、宴会の2次会や3次会、宴会の締めとして、ラーメン店がよく選ばれる。また博多で人気の屋台の多くで提供される。JR 九州の博多駅や小倉駅のプラットホームでは、立ち食い形式で提供されている。発祥についてはいくつかの説がある。広市流長浜屋台外主に、 福岡市中央区長浜の店舗や屋台のラーメンを指して長浜ラーメン呼ぶ。1955年、現在の博多区築港本町にあった魚市場が長浜に移転、福岡市中央卸売市場鮮魚市場となる。それに伴い、元祖、長浜や博多ラーメンしばらく、一新亭など3店舗の市場ラーメンの屋台も長浜に相次いで移転した。 主に市場関係者向けであった長浜ラーメンの特徴は、競りの合間に食すため、素早く茹でられる、極細麺、麺だけの追加注文の替え玉、豚骨を主な原材料としながらも、思いのほか軽めに炊かれた、スープ、などとされる。屋台でも、店舗でも、各テーブルに、ラーメンのタレ、返し、紅生姜、ごまが用意されており、客がこれらを用いて、 自分の好みで味や風味の調整を自由にできるスタイルになっていることが食べ方の主流である。博多ラーメンで使われる麺は日本のそうめんのような白っぽく細い極細ストレート麺が多い。専用の小麦として福岡県がラー麦を開発し2009年から流通している。加水率は24から28%またはそれ。 以下と低いため、腰はなく粉っぽく、スープを吸いやすい。その分伸びやすいため、他の地域と比べて分量は少なめで提供する店舗が比較的多い。麺が細い理由は、麺とスープがよく絡むようにするためと、深夜、早朝に多忙で、時間的余裕のない市場関係者に対し、極めて短時間で麺を茹で、入店を即提供できるようにするためであり、 中央区長浜の元祖長浜屋が始めたと言われている。店舗によっては、若干太い、細ストレート麺や、サイ麺の平麺という全国的にも珍しいスタイルの麺を使用する店舗もある。特に細麺の平麺は、現在まで続く、博多ラーメン黎明期創業の白竜県の流れを引く、店で提供されることが多い。 ほとんどの店において希望する麺の硬さを聞かれるのも博多ラーメンの特徴である。硬さを表す故障として主に、バリカタ、カタ、普通、ヤワ、バリヤワなどが使われる。一般的な、カタ、ヤワはそのまま、硬い柔らかいの意味で、バリは福岡で最近になって使われるようになった協調表現である。 国細麺特有の伸びやすさとせっかちだとされる地元住民の気質もあって固めで注文する人が多いとされており2017年8月の記事によると福岡市内のあるラーメン店では客の8割が型を選ぶという硬さを普通と注文しても他地域に比べると比較的固めで提供する店が多いなお福岡市内であっても 元祖、長浜屋及び派生店においては、バリカタ、バリヤワなどの強調表現のつく呼び方は使われず、おおむね、生、カタ、ヤワのいずれかで客が指定する場合が多く、生は、一般的な店での、バリカタのことを指す。よって、観光客等を含む県外者が同店で、バリカタと指定すると店側で、生と言い直される。具は、シンプルで、ネギだけ。 あるいはネギとチャーシューだけという店も珍しくない。ネギとチャーシューの他によく見られる具材は、キクラゲ、もやし、メンマ、海苔などであり、店舗によって異なる。博多万能ネギといった小ネギや、わけぎなど、やや太めの青ネギも使用されている。キクラゲが博多ラーメンのトッピングされるようになったのはもともとは、キクラゲは海苔の代用品であった。 海苔は価格の変動が激しかったため、価格の安定しているキクラゲが代用されるようになった名残である。かつて豚骨ラーメンに馴染みがなった時代、豚は不衛生なイメージが強く毒消しの理由から、紅生姜がトッピングされるようになった。店のテーブルには、白ごま、紅生姜、枯らしたかななどが置かれ、客が好みに合わせてトッピングする。これらは、 豚骨スープの癖を取り除く作用があるが、同時に豚骨自体の味を弱くするため、ラーメン店の中にはトッピングのサービスをしないところもある。豚骨ラーメンが誕生した昭和20年代当時、豚の餌は現在のようなトウモロコシ等を主原料とした配合飼料ではなく、食品産業から出る廃棄物や家庭から出る残飯が多かった。そのため、 豚骨スープの豚骨臭も現在よりも非常に癖があった。その癖をマイルドに軽減させるため白ごまやすりごまをラーメンにトッピングするようになった。現在の豚骨ラーメンは豚の飼料が配合飼料のため随分マイルドになっている。博多ラーメンに白ごまを入れること考案したのは福岡市沢良区西陣の博多ラーメンしばらくの創業者。 殿村康則である。昭和33年に考案した。博多ラーメンのほとんどは、その代名詞たる豚骨スープである。なお、豚骨スープのとろみはコラーゲンによるもの。しかしながら豚骨スープといっても、博多ラーメンは、実際のところ、本州中心に、イメージされているような、博多ラーメンイコール、濃厚、こってり一辺倒ではない。 こういった濃厚系はもともと少数派である。とりわけ地元市民向けの店舗や、老舗店、または、屋台などでは、非常にさっぱりとしたものを提供する店が多い。ただし近年は、有名チェーン店の全国展開やメディアで取り上げられる、頻度も増え、博多ラーメンの知名度が、全国的に広まったことで新規開業店が増加した、ため、かつては少数派であった。 クルメラーメンに類似した濃厚系のラーメンを提供する店舗も増えた。ただし、これらは伝統的な旧来からの多くのさっぱりした博多ラーメンとは線引きして認識されている。豚骨といえばイメージとして少なからず匂いで店舗によっては豚骨特有の匂いが店内や店舗周辺に漂っている場合がある。匂いについては この匂いこそが、豚骨ラーメンの醍醐味であるとの意見もあれば、逆に匂いに耐えられないなど、豚骨臭に対する好き嫌いの差があり、匂いのために、豚骨ラーメン全体に抵抗感を持ってしまうものも少なくない。店舗によっては匂いを抑えるために、血抜きを丁寧に行うなど匂いを抑えるための、下処理をしたり、生姜等のスパイスを加えたり、 鶏ガラとのミックススープにしている店もある。こうした豚骨種を抑えたラーメンのことをライト豚骨と呼ぶこともある。替え玉で麺を追加していくシステムを取り入れている店が多く、替え玉についても揺れ具合を指定するのが普通である。注文時に固めを指定し、すぐにまた固めの替え玉を注文することで長時間腹持ちさせることができるのが特徴である。 現在このシステムは全国的に広がりを見せている。博多長浜ラーメン田中商店。ありがとうございます。